おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの亀頃です。マテリアルのアミです。亀井ひらです。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアルダリマチの可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということで、はい、4月の21日になりましたね。はい、21日はどんな日なんでしょうか。はい、今日は料理番組の日です。おう、はい、1937年、はい、昭和12年の1月21日に、うん、イギリスの BBC テレビで料理番組の元祖と言われる夕べの料理が放送が開始した日となっております。夕べの料理ですね。初回放送内容はオムレツの作り方。この番組担当したマルセブ・ブルースタン、ブルースタンは、うんうん、世界で初めてテレビで出演して料理人となった人だとされております。そしてね、日本は1963年昭和38年の、はい、この同じ日ね、1月21日に日本テレビでキューピー3分クッキングが開始された日となっております。はい、同じ日なんや。うん、同じ日に合わせたのかもしれない、ね、合わせたん、これすごいね。料理番組の日、開始した日っていうのがあったから、うん、それに合わせたのかもしれない、うん、すごいね。長寿番組ですよね。今もやってるからね。はい、そうですよね。日テレアナウンサー男性女性関わらず出てるから、はい、2018年の段階で55周年を迎えたは。すげえ。今が23年だったから60周年ですね。すごいね。60周年だ。はい、で、まあ、日本においてさらに、長寿な、うん、料理番組があります。 NHK の今日の料理っていうのがあって。はー、なるほど。まあ、今日の料理ありますね。はい、はい、1957年の、まあ、11月4日に放送が開始された。じゃあもう60年以上続いてる。60年以上続いてる、はい、料理番組となってます。イエスタデーディナーに合わせてみんないろいろやってんねんね。はい、すげえ。っていう日と、もう一つ、はい、ライバルが手を結ぶ日。なんやそれ。なんやそれ。この日は1866年、慶応2年の1月21日に、うん、薩摩藩の西郷隆盛と、はいはい、小松帯刀、うん、長州藩の木戸孝允、うん、桂小五郎ですよね。はい、はい、はい、が、土佐藩の坂本龍馬の仲介で、はいはい、京都で見解し、討伐のために討伐のために、はい、長同盟を結んだ日となっております。はいはい、まあまあまあ、これね、はい、いろいろね、諸説あるんでね、坂本龍馬そこにいなかったとかいろんな話があるんですよ。まあまあまあ、だから、こう一概にそのね、今書いてある内容がどうかっていうのはあるんですけど、はい、で、あともう一個は薩長同盟は討伐のための同盟ではなかったという話もあってね。そうそうそう、あの五条同盟やったっていうね、要は武器を海外から購入できない長州に、薩摩が、調達してあげる代わりに、長州で取れた米を薩摩に渡すみたいな、お互い足らんところを補い合いましょうっていうのが、まあ、あの薩長同盟の最初なんで、だから軍事同盟じゃなかったっていう話がね、実はあるんですけども、まあまあまあ、まあ、そういうところから倒幕っていうところにね、つながっていったっていうのはまあ間違いないことではあるんですけど、はい、ライバルでもすごい名前、ね、ライバルをが手を結ぶ日、すごいな、なんかライバル、ライバル、ライバルって聞くとなんか思い出すなみたい な, なんかちょっと思い出しちゃいました。はい、はい、そんな日ですね。はい、以上です。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、今日のこのプレゼンありかなしかですけども、はい、まあ、前回はね、河内音頭の、はい、はい、師匠来ていただきましたけども、はい、めちゃめちゃ楽しかったですね。はい、で、今週はですね、はい、すごいよ、もう絶対すごい、絶対すごい、ほんま、あのね、実物にあって俺は大好きになりましたね。はい、まあ、小沢仁志さんなんですけど、超有名人、はい、はい、小沢仁志さん、バッドシティというね、映画のが昨日から、はい、公開してまして、はい、これがですね、まあ、制作総指揮、あと脚本と主演、
めちゃめちゃ忙しそうやってらっしゃるんですけど、いやでもね、映画としても面白かったし、うんうん、でちゃんと筋立てもしっかりしてるお話で、うん、あめちゃめちゃ面白かった、うん、監督は別なんですか？監督別、監督なんとね、ベイビーワルキューレのね、はいはい、アクション監督をやってた園村さんが、うん、はいはい、監督を今回担当されてまして、とある都市があるんですよ、どっかの都市が。でその都市の中でその何その政財界を牛耳ってる役をやってるのがリリー・フランキーさんで、はい、で五条財閥っていう財閥をの当主をやってて、でこの人が、その都市の市長選かなんかに出るとか出えへんとかって、うん、でまあ本当に完全に掌握しちゃうみたいな。でこの人がすっごい悪いことを韓国マフィアのやつと一緒にやってるっていう設定なんですよね。でそれを暴こうとしてた小沢さんの、もともと検事なの、検事だったんだけど検察を辞めて警察官になって、で捜査して追い詰めようっていうのでやっとったんやけど、全然違う嫌疑をかけられて豚箱に放り込まれてるっていう状態なんですよ、小沢さんが。でそこで加藤雅也がやってる検事のすごい偉いさんがこいつを引き抜いて、とりあえず一旦特別に出して、特捜ゼロ班っていうのを作らせて、で巨悪をあぶり出すっていうので、そこに、特捜班として選ばれた、強行犯課の、刑事が 1,2,3 人おって、まあ、そのうち女の子1人いるんですけどね、その4人で巨悪に立ち向かっていくっていう話になってるんですよ、一応筋立てとしてはね。で相手側が韓国マフィアやったり、その日本の暴力団で、も日本の暴力団結局途中で一緒に共闘したりとかして韓国マフィアと戦ったりとか、で韓国マフィアのお母さんと実は小沢が今度つながってとか、なんかいろんなお話もちゃんとあった上で、ものすごいバイオレンスなんですよ。120人くんずほぐれつ入り乱れてる戦いとかすごいのよ。本当にちょっとその何予告編とかではちょろっとしか出てないけど、10人ぐらいしかおれへんのがもう何十人相手に対応してるみたいなのがすごい出てきて、だからめちゃくちゃリアルファイトなんですよね。で確かに一人殴ってる間も後ろから殴られたりとかしてカーンとなって、でおわってってこうそれをこうカバーしながらこっちと戦ってるとか、すごいリアルで面白かった。そのアクションも面白かったけど、お話としてもすごく面白くて、はい、なんとですね、小沢さんとにインタビューをさせていただいたんですけど、またこれがね、めちゃめちゃ話が面白すぎて、そんな小沢さんの話、すみません、もう時間なんでそろそろ終わっていいですかって、言われへんやん。うんうん、でまあとりあえず全部話聞いてんけど、切るとこないねん。切られへんねん。なので、前後編でやった全部見れるってことですね。全部見せます。はいはいはい、まあまあ、いらんとこしょうもないとかカットするけど、俺のしょうもない長話とかちょっとカットするけど、基本小沢さんのお話を、全部ぶち込みたいと思います。はい、はい、でその、お話をですね、見ていただきたい、はい、小沢さんの舞台挨拶大阪でもありますんで、話は超面白かったです。もうこれね、なかなか他では聞けないような話もいっぱいしていただいてますんで、で僕はアクション好きなんで、もうアクションの裏話超満載で話していただいてるんで、とにかく、まあ、俺の話よりも小沢さんの話まずは見てください。はい、ということでこのプレゼンありがなしかスタート。善人を殴れば暴力だが、悪人を殴れば正義か。面白い。それはどういう意味だ。検察、警察、そのどちらにも所属しない。特捜班ゼロかな。俺たちの狙いは五条と金杉だ。奴をパクる。それが特捜班ゼロかの任務なんだな。貧困と暴力に蝕まれたこの開港市を豊かな町に生まれ変わらせてみせます。ここで別れだ。彼はどんな男だ。でっち
仕上げもいい加減にしろ。お前には奴らが悪で俺たちが正義、そう見えんのか。班長には血も涙もないんですか。経理をつけに来たよ。こっから先は一歩も行かせねえ。なぜ奴はこの町にいるんだ。潰されると分かっていてもですか。死ぬ気で食らいつき。それでは、映画バッドシティの、制作総指揮、主演と、脚本ですね、を務められました小沢仁志さんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ということで、このバッドシティという作品がですね、まずどんな作品か簡単にご説明いただいていいですか。簡単に言っちゃうと、はい、コンプライアンスなんかクソくらえっていう作品です。パターン。はいはい。もうだってこの先にコンプライアンスはないもん。うん。セーフティーもない。そうですね。俺はこれ群像劇だと思ってて。そうですね。はい、でそのみんなのキャラの、アクションをやってない人でも、なんか芝居でもやっぱりテンションっていうかなんだろうな、こう熱い熱波みたいなのがあるわけで、はい、そういうのが全部がこう一個に重なって、いわゆる核弾頭みたいな。この今飽和状態のコンプライアンスで凝り固まってるこの業界とかに核弾頭を落とそうかと。いや、あの核弾頭ちゃうかなと思いますね、本当に。そう思う、はい、今回のアクション、僕すごい面白いなと思ったのは、あの1対1で戦ってる奴らがだんだん勝っていくじゃなくて、ちゃんと連携プレーがアクションの中で作られてるっていうのすごいなと思ったんですね。あんまりアクションで連携プレーやるのってなかなかないというか、割とどつき合ってお前終わったかおとか、なんか助けてくれみたいな、助けにくいっていうのはありましたけど、あの乱戦でものすごいお互いやり合いっこ助け合いっこみたいなのがちゃんとあるっていう、すごいリアルなバトルになってるなと思ったんですよ。そうね、あの人数のとこね、120人だったとこなんか、まあ、乱戦って、まあ、乱戦だよな。だって俺一対一こっちやってる時ガンガン後ろから殴られてる。そうですよね。デスパイプとか。そうですよね。あれ当たってんすか。当たって当たって、もう一応プラスチックといっても硬いやつだから、はいはいはい、バットなんかも硬いんで、はいはい、結構ガーン。いやなんか中途半端にさ、はい、このテンションで、はい、なんかちょっと手加減してんなってみんな冷めるから、はい、遠慮いいよ、遠慮なんかいらねえ、来いよって言ってガーンって欲しいって言ったりするから。いや違うしだと。出ますよね、出ますよね。いやでも確かにあのシーンの中でガッグッてなった、本当にリアルになったある瞬間ってありましたもんね、うん、だからもう余計な、なんだ受け身の芝居とかいらねえの、当たってんの痛いんだよ。そう、当たったからカバーしてるっていうのが本当にリアルでしたね。でまたあの効果のさ、炭酸つける効果の金属バットのさ、はい、ガーっていうのがオーバーじゃなくてなんかくぐもってるのが、はい、なんか痛そうだよな。本当エグい。そうそうそうなんですよね、うん、あの効果がつくとまた余計エグく見える。全然違う。アクションで言えば俺がやっぱり新しいなって思うのが、殴って当たんないからこうやってこのリアクション取ってグーとか、なんか蹴りとか、ないだろ、ほとんど殴ってるけど、ほとんどかわしてるっていうさ、全くなんか俺たちが今までこうなんかやってたものをひっくり返すぐらいの、だからこう殴っても殴っても当たらない、で向こうのも避ける避ける、クンズをほずれず倒してひっかいて、マウント取ったと思ったらもうライジンの試合とな。どっかしら。いや本当にそうですよね。あのだから割と寝技が多いなと思いました。多い、あれ立ち技より疲れない。だって抑え込んでましたもんね。抑え込んで。でまたあれいうのはさ、まあぶっちゃけ今回のすごいのは、生っぽく見えてるのは、あの半分フリーだ。え、そうなんですか。俺タクと戦ってるのは全部フリー。だから変わった動きがあったらしいよな、そんなものもと思ってさ、これセーフティーのあるパワーあのコンプレッサーうるさいとこ行って、あじゃあ役者がこう来て、いやこれはフリーで絶対クビになるよなお前。そうですね、俺もタクトやるで、あのフリーのハンドグッドね、タクさんがフリーのが生きるって、いやそれがいいんだけどよって言ったら、兄そのために俺呼んだんじゃないの、まあそうだよな、じゃあ本番。
マジですか。すげえ。最後の捕まったセリフ言ったり、茶番入れたり、はい、ナイフ落としてボディ入れるっていうのは手はある。決まってる。そこまでは全部フリー。フリー監督いいんだけど、切り返して同じことやめてよって。そうですよね、それは無理ですね。無理だから、だってあいつの速いのについていくのがいっぱいいっぱいなのに、ちょっと隙あれば殴ってやろうと思ってパンチ出すんだけど、あいつ避け上がるから、こんなんやろいや、だから、タクさんとの格闘シーンがすっごい緊張感あるんですよ。ナイフ持ってるから、ナイフ一応歯は落ちてるけどよ避けきんなかったらちょっとえぐられるじゃん。いや、そうですよね。はい、はい、はい。あるライターの人が言ったけど、はい、なんか拳で語り合ってるような感じがするっていうさ、ライターらしいやつね。まあでもそういうつもりはないけど、なんか同じ役者同士のアクションに我こそはの自信満々のやつが集まってるわけ。はい、そうですね。はい、今回特にそうですね。特に、はいはい、そういうやつ集めた。そうですね。三本君とかもそうですし。そうそうそう。だからさ、だんだん本当にさ。タクトはリハもやってないわけだし、はいはい、いきなり 本気の再試合避けなきゃいけないみたいな、どれぐらい組んだろうみたいに、最初タク、やっぱり探りで、こう、最初あいつパパって2、3って組んだけど、それが、あ、避けれるじゃんってなってくるとどんどん早くなるんだよ。こんなクセやなとかって、そういうのは戦いながら、お互いが思ってたんじゃない、うん、なるほど、なるほど。そういうのが、なんかこう、まあ、まあ見て全員が取るとは思わないけど、うん、見て取る人もいたんじゃない。ああ戦ってる、いや俺も超楽しいタクと戦いたかったからな、はい、まあフリーとは言えよ、はいはい、いやめっちゃ楽しいわけよまあ憎んでる敵だからそう言ってるけど、はい、俺が2ってなんか笑、はい、ちょっと離れて笑って、はい、あのタクを笑った時に監督が、はい、タクさんなんで今笑ったんですかって言ったら、いや鬼が笑ったからって言うんだけど戦いの中にそういうこともあるんじゃない、うんうん、なんかお互いが認め合ってみたいなさ、うんうんうん、でそういうのもなんかね本当にその芝居で考えたんじゃなくやってるし本当楽しい、こういうのやるやっぱすげえなと思ってるとこが、はい、もう顔出ちゃう。あの実は僕はあの格闘技もともとやってた人で、うん、あのジークンドとかやってた、うんうん、でだからあのああいう乱戦のシーンとかにどう対処するとかっていうのを見てたら、その技とかがすごく、うん、あの対応の仕方がすごく面白いなと思ってたんですけど、うん、割とあの回転しながら全部逃げるんですよね、うんうんうん、円描くんだよ、ね、そうなんですよ円描くことでうまく相手をかわしながら自分がポジションを取っていくっていうのをすんごくみんな対応してたんで、特にあの特捜班のみんなはそういう戦い方をしてたので、うんうんうん、あれすごく面白いなと思って見てたんですよね、うん、だからキャラによってアクションの手も変えてた、はいはいはい、あのまあ勝也はさでかいからだから体重を生かしたら、うん、圧迫圧迫ってドーンみたいなってやってるけどさ、はい、ああいうのとかがやっぱキャラつけてたよね。なるほど、やっぱりじゃあアクションにもそれぞれの特徴を生かしたキャラを出せるよう、うん、そう、まあ大体敬語だけど、はい、俺の場合はそういうのを武器を持てない設定になってるからさ、そうそう、ね、はい、だから拳一個じゃでも拡声器はいいのかみたいな、監督が拡声器でやる、あ面白かった、あれめっちゃ面白かったです、ね、あれ相手もユニフォームも監督のアイデアだけど、はい、あそれはすげえなやっぱりと思うかな。役だから集団でなんか長いもん持ってたらすぐ血圧掴まれるけど、はい、野球に起きてバットケースに入ったら誰も止めねえからななるほどね、なるほど、そういうところで監督のアイデアが入ってきてるんですね。そう、で拡声器使うんだったらあれあるからサイレンってうーっとちょうどいいじゃん、うーってで、ね、うるさい、それ止めろみたいなさあれ面白かったです何よかった。ああ、でもだんだんこう生まれてくるんだよ、はいはい、なんか現場で実際にやってると、はいはいはい、覚醒器でしゃべるとは書いてあるけど、はい、あのそういうふうにうるせえから本当にボリューム大きくしてって、はい、何よかうるせえでしょうねあれうるせえ止めろ何回も言ってましたもんねそう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 本当にうるさかったんですよ、じゃあ、あれはね。なるほど。で、そういうのを使ってる、殴り倒した後にさ、うん、こう、喋ろうと思ったら壊れてる、あの音が出ねえみたいな、あのもうリアルに出てくるよな、あれ。実際壊れてないんだけど、あ当ててねえから、はいはい、そうですで。そういうのからこう、一つのアイデアからこう膨らんだりとかするしね。でもまあ、基本、アクションのことで言えば、もう、あの大体の流れはこのシーンはこういうのっていうのを稽古してんだけど、
昔の俺たちの原理とは違う、立石のアクションとはもう全く違う、自分、ね、の中で、はい、新しい大人のいいおもちゃをもらったみたいで、はい、俺とヤムなんか目ダメだと考えてえ、これはこういう時はじゃあどう言ってやるのとか全然違うの俺たちのノウハウとか、はいはいはい、それのために稽古してたけど、はいはいはい、でやっぱ本番入ってると俺アドレナリン全開だからもう、はい、もうやる前から今まで撮影とかやってる時に、はい、例えば VGM とかって今回は大体さノースタントだぞみんなって言ってるんだけど、うん、敵にその吹き替えるスタントチームがいるわけだから、あ敵は全部スタントチームじゃん、はい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 、だから安心なんだけど、うん、VGM とかだったらその辺かなんかの前提ができない人間とやるとやっぱこっち相当俺抑えてるから、はい、あ何十年分にこういうお前たち相手だしな、敵をすあのアクションチームだし、はい、リミッター外せよリミッターかけねえから、だからもう段取りがとにだからあんな乱戦の中、はい、もう5人3人も4人もこう来ますね、ついてくるやつ来ますねあれはしんどいで、その間に段取りやなんかわけわかんない、ああもう全部ぶん殴れみたいな感じでぶんぶん割りまして、こうやってると段取りでガンガン来るやろだから振り向いてそっちやったこと一緒に当たるのがわーとにかくぐっちゃぐちゃだよ、はいはいはい、これもう一回だなって言ったら監督に一回でかしてから OK みたいなはい、ということでございましたすげえ中途半端なところで終わってここで今みたいないやでもすごいいろんな裏話聞けたでしょ、うんね、そしてこれが来週も来週に続きます。後半にこの、あれが続くんですけど、はい、ですね、またここに情報が出てますけど、小崎人さん の, 舞台挨拶もあったりとかしますんで、はい。いやーでもね、実物ね、なんていうか顔面狂気とかさ、はい、そのいろんなそのバラエティとかも出ていろいろね楽しい方やっていうふうにはなってますけど、めちゃかっこよかった。男らしくてかっこよかったですね。ある意味僕赤井さんのねインタビューやった時すごいなんか緊張してるというか、まあ一ファンになっちゃって喋ってたみたいなところがあったんやけど、はい、小沢さんはあってファンになりましたね。あ、はい、すごい、まあ映画も素晴らしい、なかなか最近こういう映画がないっていう、ね、でこれ後半でねまた小沢さんが言ってるんですけど、映画を見たらもう熱くなって、うん、その体温上がっちゃってコロナと間違われるぐらい体温が上がるような作品やっていう風にしたいっていうか、なんかそれでみんな発熱外来でお前はバッドシティだよってそういうこと言ってほしいみたいなことを実は後半でちらっと言われてるんですけどね、はい、という感じの、インタビューでございました。はい、ということで一応来週に持ち越しですね。なんで、はい、これはね、持ち越しなんで、はい、マルバツは今やったらちょっとね、おいっていう感じだと思うんで。前半と後編を合わせたもので、はい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 、という感じでございます。はい、ということで来週も、はい、楽しみにしておいていただきたいと思います。はい。はい、ということで今日は映画バッドシティの、主演を担当されました、小沢仁志さんのインタビュー前編でございました。はい、ありがとうございました。はい、ではあゆみ、はい、はい、こちらの情報です、はい、1月のイベントは21日今日ですね、はい、傘の下、はい、はやっと上演します。はい、はい、19時30分スタートです。はいはいはい、料金は1500円となっております。はい、カバのね、カバと監督の前作ですね、はい、となっておりますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、で28日にも、上演させていただきますので、はい、合わせてそちらの方をご覧、2週連続土曜日、そう、2週連続21と28土曜日です。はい、そしてカバですね、はい、23日月曜日、はい、1月は23日月曜日です。はい、2月に関しては、13日と27日の月曜日、はいはい、第2、第4月曜日がカバの日となっております。はい、料金は1500円で、上映時間、最終時間は19時からとなっております。ぜひ皆さんね、お越しいただけたらなと思います。そして、27日がラクダのライブになりますが、申し訳ございません、ね、こちらソールドアウトしております。ね、はい、はい、はい、なっております。そし
てですね、2月に入りまして1月あ1日2日3日ですね、はい、水木金と宵戸で東京ダンスミュージックを、はい上映いたします、はい料金1500円となっておりまして、お時間が19時、20時20分、21時40分この3日間ですが、19時から 3回、うん、ちゃちゃちゃっと、はい、上映させていただきます、はいはいこれ酔いどれっていうことで、ドリンク付きです、うんはい、1500円でドリンク付きとなっておりますので、はい、酔いどりながら、このダンス酔いどれ東京ダンスミュージックを楽しみましょう、はいはい、監督、はい、あ永瀬由衣監督ですね、はいはい、永瀬由衣監督の酔いどれ東京ダンスミュージックです、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、そして4日から2月4日から12日日曜日までが矢野明彦監督のピントで1つセット、うん、でイエスイエスイエスとにぎやかこちら1つセットで、はい各1500円で上映させていただきます、はいはいちょっとねこの3本がそれぞれ時間が違うので、うんまあ、あの時間帯なのはホームページでご覧ください、はい、よろしくお願いいたしますはいこちら料金は1500円となっておりますはい、はいそして2月15日が音楽ライブ、はい下本寺隆の谷町ゴールデンアワー、うん、来ましたね、はいはいはい音楽ライブさせていただきますので、はいはいまあ、音楽だけじゃなくて、うんまあ、映像を流してとかトークがあってとかっていう、はいはい、本当にエンターテインメントを楽しんでいただける、うんライブとなっております、はい、こちら19時30分からスタートさせていただきます、料金は2500円でドリンク付きとなっております、うんはい音楽ライブをねやっていきたいなと思いますのでぜひお越しくださいませはいはいってことでイベント情報終わりはいありがとうございましたはいということでいきますよ、はい、今日のグッチャー今日のチョイスは、はい、傘の下おおきたはい来ましたね川本隆弘監督の傘の下ですはいはいねもう見て私はすごく共感できる、うん、もう分かるっていう、うんうん、アコこの主人公の女の子の気持ちも分かるしっていうので、うん、お前なってほんまにおいってなる、うんうんうんまあ、ちょっと主人公はね、はい、なんか、まあ、優柔不断ではないけども、ね、なんかちょっとね決めかね、決めかねるっていうところが、うんってなる感じですけどね、ストーリー的にはね、はいまあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、うん、やっぱこういう人間模様というか、うん、が、まあ、しっかりと描かれているもちろん川本監督出てますよね出てます、はい、ここめちゃくちゃ若いし ね若い若い頭曲がいいそう曲がね、うんもうなんかずっと耳に残るんですよね、うん、これでももともとはこの曲から始まってるんですね傘、うん、の下っていう曲から始まってる作品なんですよね、うん、でざっとこう筋というかどういうあら筋になってるんですか、はい将来へのことで恋人アコに、詰め寄られる、フリーター、これ何アキオです、うん友人夫婦の、幸子と春川は離婚して一人娘の、夏子を取り合うことに、バイト仲間の、徳永は、大病を患い、母と妹の住む東京都の、実家へ帰ることを決めた、そんな時、夏子が、家で、秋代のもとへやってきて、問いかける、大切なものとは幸せとは9歳の夏子と、それぞれの人生に、揺れる大人たち、降り出した雨の中、小さな傘を持ち、秋代はそれぞれの、問題を解決しようと走り出すというものですね、はい2012年、はいはいもうね初見読みやったんでもうむちゃくちゃな言い方ですけどすいませんはい、はいはいということなんですけど、はい、まあまあだからね、その人生の岐路にね、立ったその、まあ、男女のお話っていうことではあるんですけどね、はい、群像劇ですよね、ね、そうですよね、うん、なんか割とねだからねあの鎌本君あの群像劇好きなのね、うん、そう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 、うん、であの本人に曰くあのこれ決して、ね、あの悪い意味じゃないですよ
あのカバはお願いされて作ったやつだから、そのカバっていうのはお願いされて作って、まあ確かにその時間もかかったし、あの思いも込めて作ったけれども、この傘の下はあのものすごく思い入れがあって、自分で作りたいって作ったやつだからすごく思い入れがあると、うん、いうことなので、いや本人としてはこの傘の下をあのもっとたくさんの人に見てほしいというね、ことは、この間飲みながら言ってました。はい、はい、なので、ぜひですね、はい、まだ見てない方は、ご覧になっていただきたいなと思うんですけど、はい、俺もあれですね、あのドラゴン映画祭の時に傘の下の上映担当やってもらった。上映の時に、うん、あのドラゴン映画祭、あのこの間使ったの新世界東映っていうのが、はい、あの下に電気のスイッチがないから、あの映写室、2階の映写室に行かないと、あのスイッチ切れないのよ、電気の。でだからあの下で監督が再生ボタンを押す前に声かけてもらって、俺が電気切るみたいないうのをやらなきゃいけなかったんで、その担当やったのね、俺風の下、うん、だからあの映写室からこうやって覗いてたんやけど、ちょっといとかなあかん、そう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 、またあの入れなあかんから、ね、まあまあ、なのであのちゃんとは見れてないんでね、まだ今度あのマテリアルね、上映するときに、はい、28です、ちゃんと見たいと思います。今日ですよ。あ、そうです、今日です、今日です、はい、皆さん今日お越しください、はい、6時30分スタートです。はい、子役がね、やっぱり演技かなり達者、なんかこうグッと引き付ける、ね、うん、いいなと思いましたね。もう20歳も過ぎて、年ですよね、11年前だね。そうか、うんうん、ですよね、この時9歳役やけど、9歳ぐらいかな、本当に、うんうんうん、すごいという作品でございます。はい、はい、ぜひ、今日と来週と、はい、上映ですね。はい、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。はい、ということで今日のグッドイでした。はい、ということで、はい、エンディングでございます。はい、お疲れ様でした。いやいや、あの本当ね、小沢さんめっちゃかっこよかったよ、ほんまにほんまに。でものすごい熱いものを持ってて、で中でもうそれが溢れ出てんのね。でインタビューで喋ってはるやんか、あのまんまやねずっと、全然あのインタビュー作ってないから、うん、全く作ってない。あのもう本当に会った時から、あの帰る時までずっとあの調子。いや、まあもちろんそのちょっとね、あの、わざとその後編に言ってみたりみたいなところはあるけれども、あの会った時はちゃんと挨拶もしてくれはったし、礼儀正しい方でしたけど、なんかすごい、ファンになる人たちの気持ちがよくわかる、うん、という小沢仁志さんでしたね。で、まあ、来週もまたご覧になっていただきますけれども、続きが見れる、はい、バッドシティはでもね、あのぜひ見て、あの、体温上げてください。はい、あの発熱、これで発熱してくださいっていう、うん、コロナで発熱しなくていいからバッドシティで、はい、発熱してくださいという作品だったりします。病名はバッ、ね、それなんです。そうそう、バッドシティあのお医者さんに言ってほしいんだよって言ってましたね。はい、はい、ぜひ、バッドシティで、発熱してください。そして今日は傘の下、はい、傘の下です、はい、はい、ちょっとね、あの雨当たってこう沈静化するというか、解熱してもらうという感じですね。はい、ということでございました。はい、ということでまた来週よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週。